三好師匠、ご紹介ありがとうございました。また本日私のお話を聞きに、このようにたくさんの方がお出かけいただきまして、心から感謝申し上げます。私は3月の19日に福島県知事とお会いいたしまして、原発の事故の健康影響、あるいはその後起こるであろうことについてのアドバイスを求められました。もともと長崎出身の医師ですから、基本的には放射線と健康ということを専門にしておりましたけれども、まさか私がこのような場でいわき市をはじめ福島市、その他で多くの講演会でお話をさせていただくとは思ってもみませんでした。今日ここに来ましたのは、すでに2ヶ月近く経ち、初期の非常に危機的な状況のクライシスコミュニケーション、皆様方と対応したという状況から、ずいぶん様変わりをいたしました。一つは、皆様方、今お話にあったように、具体的な放射線の被曝線量を知るようになった、あるいは計算できるようになったということであります。現在この二本松市でも数マイクロシーベルトパー1時間という値が低くなったといえども存在すると、そういう中で日々生活をしていて本当に大丈夫なのか、あるいは安心して子どもたちを学校に通わせるのか、もっと言うとここにいつまで住んで大丈夫なのかというふうなご懸念やご不安がたくさんあろうかと思います。当初から私は広島長崎の原爆被爆者、そのデータをもちまして皆様方にお話をしてまいりました。広島長崎は原爆であります。爆弾として受けた放射線、広島長崎の12万人も及ぶ方々の健康影響調査が今なお放射線影響研究所で続いています。このデータが実は今回皆様方が使う放射線の安全防護の基準となっています。広島長崎で一度原爆を受けた多くの方々は爆風や熱傷で亡くなりました。長崎市内でも7万数千人の方が亡くなりました。そういう中での被爆者のデータが実は今回の福島に役に立っています。たくさん見ると当然放射線障害は起こります。急性放射線障害、髪の毛が抜けたり、あるいは血液が固まりにくくなったり、死の同心炎と言われるように後から亡くなったり、そういうすごい状況が広島長崎の急性放射線障害で観察されました。これは誰でもある一定量放射線を被爆しますと起こりますから、確定的な障害といいます。避けることができません。それはだいたい1シーベルト、1000ミリシーベルト以上あげると、そのような症状が誰でも引き起こされます。現在、広島、長崎で生存中の方々は、この大量被爆をした方も少数いらっしゃいますけれども、ほとんどは500ミリシーベルト以下、あるいは100ミリシーベルト、あるいは50、そういうミリシーベルトを一度に受けた方々であります。そういう方々は急性症状はなくても後から白血病、あるいはがんを生じることになりました。これは全員が全員起こる病気でありませんので、確率論的な影響というふうに呼ばれています。皆様方にぜひ覚えていただきたいのは、
この1000ミリシーベルト以下で100ミリシーベルトの間で受けた被爆線量に応じて発がんのリスクが増えるということを明らかにしたのは、この広島長崎の貴重なデータであります。12万人という人々を60年以上追跡することによって、その結果一度に100ミリシーベルト浴びると少し発がんのリスクが上がる、具体的には1000人被爆をすると100ミリシーベルトで5人ぐらいのがんのリスクが上がるということが、私たちが長年研究をしてきたデータであります。じゃあ100ミリシーベルト以下は実は分かりません。100ミリシーベルト以下は明らかな発がんリスクは今観察されていませんし、これからもそれを証明することは非常に困難であります。しかしながら放射線の安全防護の基準の観点から、できるだけ被爆しない方がいい、100ミリシーベルト以下だってがんのリスクがあり得るということで、行き地がない直線的なリスクということが放射線安全防護基準の中に取り入れられています。その結果、どれだけ低くしても発がんのリスクはなくならないじゃないかという話になります。今回皆様方を混乱に貶めている一つの理由は、年間皆様方はだいたい1ミリシーベルトを被爆をすると、1年間に。ですから一般公衆はこれよりも被爆をさせてはならないというのが平常時の約束事であります。ではこの1ミリシーベルトを私たちはどこまで守り、あるいは安全の指標とできるかどうかということを今この福島で問われています。何度も話をしますように、100ミリシーベルト以下では明らかな発がんリスクは起こりません。わからないんですね。ですから例えば皆様方が福島の原発の事故を受けて何が怖いかというと、決して大量に被爆をして白血病になったり血が止まらなくなったり脱毛になったりすることではありません。20キロ圏内で避難をされた方、あるいは30キロ圏の屋内退避、より遠いところ、そこに降り注いだ放射性物質がちょうど火山の灰のように飛んできた、それが大気中にある間は環境中の放射線レベルがある程度高い、しかし時間が経っていくと放射性物質は土壌に落ちます。そして半減期があります。このような理由で少しずつ放射線の物質は下がってきた。しかし皆様方は今この環境中の放射性、大半は土壌からの反映された放射性の中で生活をされています。それが数マイクロシーベルトパーアワー1時間という数値が今出ているわけであります。科学的な知見、それから政治的に決断される安全防護の線引き、そして本当に将来がんになるというリスク、この3つが皆様方にとって少し難解な数字となって現れていると思います。ここ数日来、20ミリシーベルト年間という政府が出したこの安全防護基準に対していろんな異論が出たり、あるいは反論が出ています。結論から言うと、できるだけ被爆をしないというのが原則です。最初に守られるべきは乳幼児であり妊婦であり、幼い子を守るというのはこれは当然であります。じゃあ本当に危険であればこういう地にとどまってよろしいでしょうか。みんな避難をしなくちゃいけないのでしょうか。ここに政治的な判断がなされています。20ミリシーベルト
年間を逆算して365で割り、8時間もし屋外にいたらとして、学校のグラウンド等では 3.8 マイクロシーベルトパー1時間という値が基準が引かれました。最も大切なことは、この基準の引き方をさることながら、この数字をどう理解するかということであります。一つの考え方は、日常1ミリシーベルトであるならば、20ミリシーベルト、とんでもない、20倍にもなるという考えが一方ではあります。また逆に、100ミリシーベルトを起こさなければ、積算であろうとも、1回被曝であろうとも、発芽リスクは起こらない、その以下ではわからない。では、50ミリシーベルトでも、20ミリシーベルトでも、そのリスクは、実はゼロとは言いませんが、証明できないという考えがあります。まずこれが一つの大きな論点であります。そして忘れてはならないことは、今、福島の原発は未だ収束していません。平時ではないということであります。非常事態が今なおこの福島県を覆っています。私は3月19日、知事と会った後、いわき市で講演し、そして福島市で講演をしました。放射性の単位のわからない皆様方を相手に、今パニックにならないためにはどのように理解するかということをお話をしました。正しく放射線を理解し、正しく怖がろうという話をさせていただきました。私がいわき市で講演をした時の内容がいろんなところで流れているようです。第1回の私のお話でありました。体育館で避難民の相手に怒号が飛び交う中でお話をさせていただきました。よく振り返って私の発言にも誤りがあるということが分かりました。当時100マイクロシーベルトとか50マイクロシーベルトとか10マイクロシーベルトということが私が使っていたということが分かりました。私は常々10マイクロシーベルトパー1時間以下ではそんなに心配することはないという根拠は、年間100ミリシーベルトを基準にして話をしています。そのような話の中で、いわきあるいは福島で見えない、音もしない、匂いもしない、そういう放射線とどう向き合うかということを話をしましたが、その根幹は今福島は非常事態であるということが第一の条件であります。平時には皆さん1ミリシーベルトしか浴びない。しかし非常時では平時の基準は通用しないということであります。じゃあ通用しなければどういう基準を持って皆様方の生活を守り、経済的な崩壊を防ぎ、家族がバラバラになることを防ぐことができるか、もっと言うと、どのように対応すれば福島を崩壊させずに済むかということが、私は最も不信した点であります。政府の見解、あるいは東京と中央から発せられる情報には、ブレがあります。福島の方々が今最大にさらされている危険は何かというと、この風評被害と精神的なダメージであります。3月の下旬、東京の水道水が少し汚染する、東京はパニックになる。でも何ら健康に影響を与えるようではありません。にもかかわらず、遠く離れた国々でもあたかも福島が環境汚染の大根源であるかのような報道をなされる。そしてまたメディアや海外からの情報が
逆に日本に輸入されて、その風評を煽ると。そういう場を私はこの福島で歩いてきまして、皆様方とお話をする中で、一つの決心をしました。誰かが広島、長崎の被爆の経験を話し、そして私自身が20年間、チェルノブイリの原発事故の後で生活をし、診療をし、子どもたちを見てきたという経験をお話をすることによって、同じ痛みを分かち合い、そして放射線といかに付き合うかということをお手伝いしたいというふうに。学校のグラウンドの問題が出る直前に、飯舘村や川本の一部の計画的避難というメッセージが政府から出されました。1ヶ月以上経って、そのような勧告が出されました。この件について、おそらく誤解が生じるような報道がいくつもあっています。そこも20ミリシーベルト年間コスト危ないから避難をさせようというふうに言われています。至る所で20ミリシーベルトということが実は使われるようになってきました。今回の原発の事故はもちろん未曾有の地震と津波の結果、想定外とよく使われますけれども、とんでもないことが起こりました。1号炉、3号炉、2号炉、そして4号炉。予測がつかないのは仕方がありませんが、また当初、後手後手の対応であったということは、これは後ほど検証されるでしょうが、この間、避難に伴い亡くなられた方々、そして津波、あった後、そこに亡くなられた方々の死体を放置したまま避難された方々、大変な精神的なダメージを受けています。こういう最中で、今、非常事態の渦中にあり、どのように放射線の安全防護を皆様方と共有し、この福島、そして日本を守るかということが、最大の懸案事項になります。結果として20ミリシーベルトということが積算線量として提示されました。この一つの根拠は広島長崎のデータが元になっています。国際放射線安全防護委員会はもしこの場にいて原発事故が起これば今後数時間で50ミリシーベルトを被爆するということが予測されたら、これは避難です。逃げる。あるいは、ここで10ミリシーベルトを起こすということが予測されたら、屋内退避で外に出ません。当初3キロ、そして10キロ、そして国を20キロというのを数日内で避難させました。避難すなわち、これは安全なところに行くから避難です。しかしながら、その後、水素爆発等で20キロから30キロ圏内の方々が屋内退避という指示が出されます。それも1ヶ月以上解除されることなく。このために消防、あるいは多くのボランティア等もこの地域に入りづらいという現象を起こしました。私が福島県立医科大学で今働かせていただいてますけども、そこの医療関係者も逃げ出す寸前でありました。医療が崩壊すると誰も皆さんの健康を守ってくれません。医療関係者こそ最後の砦であります。消防、警察、県や市、地方自治体の職員が命を懸けて頑張って、そういう渦中にあって一般の方々の公益、すなわち公衆の安全をどのように担保するかということは簡単ではありません。
広島長崎の被爆のデータから100ミリシーベルトいかに抑えるのか大原則であります。だからこそ国際放射線安全防護委員会は緊急時の避難あるいは屋内退避の指令プラスその後の事態の長引きに応じて基準値を上げることを認めています。事態が収束しない場合は100から20ミリシーベルトの年間積算量の中で安全防護を努めてください。できるだけ低くしてください。事故が収束したら20ミリシーベルト以下に抑えてください。これが段階的に取られる措置であります。その中で日本が20ミリシーベルトという積算線量で今いろいろなガイドラインを作っています。このことは私が最初にお話をしましたように発がんのリスクだけが今この環境の中で問題であります。低線量の微量の放射線をずっと受け続けて場合それが1年間に数十ミリシーベルトになったと仮定した場合それは一度に数十ミリシーベルトを受けた場合とは実は生物学的な反応は全く異なります。しかし放射線安全防護上一度に浴びた場合も少しずつ浴びた場合も同じ基準で皆さんを防護するように作られています。私は IAEA や WHO で国際機関でこの防護基準を作る時のメンバーあるいはワーキンググループとして仕事をしてきました。国際基準の作られ方どうやってこういう基準の線引きができるかという数字の裏に秘められた各国の主張あるいはエゴをたくさん実体験してきました。数字は往々にして一人歩きをします。そしてそれについて金閣玉城のごとく話をする場合が出てまいります。まずその数値について疑ってみるあるいは考えるということが今問われています。最初にお話をした平時の1ミリシーベルトを非常時に20ミリシーベルト上げたこれが許されないというふうに思いこれが健康のリスクの最大の発がんで自分たちはここに住めないと思う方はこれはそこを逃げ出すしかありません。今国が20ミリシーベルト上げたこのレベルがずっと続くと思いませんが基準は基準です。生涯にわたって子どもの発がんに起こるリスクが1000人に対して5人ぐらい増える可能性が100ミリシーベルトを超えて起こる。しかしその以下ではわからない。しかし1万人一人でも起こるかもしれない。その一人に自分の子供をさせるのは嫌だ、あるいは自分はそうなりたくないという放射線の確率的な影響に対するリスク認知を皆さん方が個人個人がどうするかを問われています。日本政府が全てを責任を取っていただければ一番済むことですが責任を取れない。皆さん方の命です。命の選択は我々個人個人が可能な限り選ばなくてはいけません。何もしないという選択もあります。しかしそれもリスクを伴います。何かをするということも当然リスクを伴うわけであります。1ミリシーベルトを20ミリ投げたこれは大きなリスクを伴います。そのリスクは生涯ひょっとするとうちの子が害になる可能性が少しあるかもしれない。じゃあ我々40、50を過ぎた人たちはどうでしょうか。幸いに広島、長崎では年齢依存性に発がんリスクが上がるということが証明され若ければ若いほど被爆の影響は出やすいが20歳を過ぎ、40を過ぎると
ほぼ放射線の影響は発がんリスクには関わってこないということが明らかにされてきました。翻って、じゃあ発がんリスク、確率論的ながんの発症をがんという立場から逆に考えてみましょう。皆さんが怖いのは放射線を浴びてがんになるかならないかと。じゃあがんは何で起こる？私たちはすべからく3人に1人、近未来的には2人に1人ががんで死にます。これは避けられません。もうここにいる方々の何人か、あるいは何十人かはこのがんを持っているはずです。私もあります。みんながんの目を持ちます。生きているということはそういうことです。死は避けられません。その死のリスクの大きな要因であるがんを考えてみると、これは生命現象であります。命がいかに紡がれて、命がいかにでき、その命がいかに次につなぐかという大きな流れの中でがんもまた考えられます。発がんのリスクの最大の特徴は遺伝子に傷がつくということであります。遺伝子に傷がつくから正常ではない発がんが、がんの芽ができ、がんが悪さをしていくわけであります。ここにいらっしゃる方々はすべからく奇跡の結晶です。私たちの父親、母親、愛情の結晶として半分の染色体が1個の卵と精子が1個の細胞を作り、それが今皆様方が生きている66兆の細胞に分裂増殖をし、毎日心筋代謝を繰り返して今の皆様方の命を紡いでいます。この命の紡ぎの中でいろんな環境因子の影響を受けて、私たちは病気につけ、悪しきにつけ、老化をし、そして発がんのプロセスをたどります。遺伝子に傷がつく、だから放射線は怖いんだ。確かにそうです。しかし放射線以外に遺伝子に傷をつけるものは山のようになります。子供が最初に離乳食を食べる、お母さんの魅力に入ってたかもしれない化学物質、あるいは赤ちゃんが浴びる人工着色料や化学物質、環境ホルモン、もっと言うと成長するときに過剰なナトリウム、食塩やカルシウムにさらされる、栄養の過多、栄養の不足、新陳代謝に伴う我々の過酸化水素の問題、これもすべてすべからく遺伝子に傷をつけます。じゃあこんなに遺伝子に傷がつけばみんながんになっちゃってとんでもないことが起こる。そうです。我々が生命として自分のコピーを次の世代に移せるのは、この傷を治す能力を我々生命体は持ったからです。遺伝子に傷がついた、しかしこれは治るんです。何十何百というバックアップシステムの中で私たちの遺伝子は傷がついたら治すと、あるいは傷がついたらそれを除去するという素晴らしい能力を獲得してきました。実は放射線はこの遺伝子に傷をつけるというところで進化の過程で多くの影響を及ぼしています。遺伝子は腹に間違ってつながる、そういう中で実は生命は進化をしてきました。私がお話をしたいのは物理的な影響を及ぼす放射線の量、放射能と最終的に皆様方が心配する体への影響、身体影響、この間のブラックボックスの間には
生命科学という命を紡いできた大きな現象があります。幸いに私たちの体も少量の放射線を被曝をしても即座に遺伝子の傷を治す自己防衛の機能が備わっています。最初に私が全ての放射線の防護基準は一度に100ミリシーベルト以上浴びて初めて発がんのリスクが分かるという話をしました。しかし世界の基準は少量微量積算で100ミリシーベルト浴びてもこれを同じように防護しようという基準でできています。でも生命の反応は大きく異なります。少量を浴びても余震が傷がついたとしてもそれを治す能力を我々の体は備え付け持っています。すごく生物的な影響という意味では異なります。放射線を正しく理解し正しく怖がるための一つの試金石としてこの積算線量の考え方と一度に浴びる時の考え方に同じ防護基準だけども健康リスクは違うんだということを私は説明し続けてきました。その根拠は広島長崎のデータのみならずチェルノブイリの原発事故の後ずっとそこで一緒に仕事をしてきたからであります。はじめに放射性要素131が大量に大気中にばらまかれました。1986年の4月26日午前1時23分最初の第一報は1300キロ離れたスウェーデンの原子力発電所4機が異常アラームを出しました。スウェーデンは自国の事故だと思いました。しかし東西冷戦構造の中でどうもその震源地はチェルノブイリだということが分かり翌日からヨーロッパ全体が非常事態となります。1300キロ離れたスウェーデンで観測された環境中の放射線量は10マイクロシーベルトパーアワーです。この福島原発で60キロ離れた福島市で3月の15日観測された最大が20マイクロシーベルトパーアワーです。福島の原発はレベル7でチェルノブイリに相当するということが報道されましたけれどもその規模、そして広がり、そしてその影響度は全く比になりません。極めて福島原発がコントロールされています。それは原子炉のコントロールではなく皆様方に健康被害を出さないという意味でコントロールされています。チェルノブイリでは放射性要素が大気中に流れ5月の1日は命令です。音も匂いもしない中を多くの方々が街頭行進をしました。そして汚染された牧草を噛んだ牛乳、原乳、ミルクをその後数ヶ月間にわたって0歳から10歳あるいは15歳の子どもたちが飲み続けました。食物連鎖に伴う環境汚染に伴う経口摂取による甲状腺の被曝であります。半減期が8日にもかかわらず体の中に入った放射性要素は甲状腺に長くとどまります。甲状腺にずっと傷をつけた。だからこそ私たちが91年初めて現地を歩んだ時に小さな子どもたち5歳10歳に子どもの甲状腺がんが激増しました。放射線を被曝をすると潜伏期があります。子供でもあればあるほど早く発症をします。この経験はいち早くこの福島の原発に生かされました。汚染された食品の流通を制限しました。これによって多大な風評被害という代償を被りましたが命は守られます。じゃあ放射性要素は消えてしまうから今残っている放射性のセシウム137半減期30年の方がよっぽど危ないぞ、危険だというふうに考えられます。
実際皆様方が土壌中あるいはグラウンド等で心配される放射性物質は放射性のセシウム137であります。半減期が30年、事故直後大気中に拡散した放射性物質は容易に関東平野そして遠くは私の長崎まで飛んできています。それほど微量であっても感度がいいために測ろうと思ったら測れるんです。これが放射性物質の特徴です。測れる。だから今皆さんがこうやってマイクロシーベルトやミリシーベルトで測った値で議論ができるわけです。ここは極めて重要な点で測ることができる。音も匂いも何もしないが測れる。じゃあ測ったデータをどう解釈をする。これが今日のお話の中のもう一つの重要な点です。放射性のセシウム137は半減期が30年で半分になります。体の中に入るとこれは60日から70日で半分になります。私はチェルノブリで20年仕事をしてきました。行くたんびに現地のものを食べますから汚染をしますし中に被曝をします。しかしその被曝の量はたかだか年間レントゲンを数枚取るぐらいです。分かって行動すれば怖くはありません。セシウム137はカリウム40と同じような挙動をとります。皆様の体の中には全員このカリウム40という放射性物質があります。少ない人で500ベクレル、多い人で5000ベクレルぐらいあります。これは仕方がない。自然界から我々は食べ物を食べますからその中にも入っています。でもこれはすごく新陳代謝が激しく代謝をされていき、特にコンスタントの私たちは宇宙線や大気中のみならず自分自身の体からも放射線を被曝をしています。これはホールボディカウンター上に皆さんが入るとすぐに分かります。そのピークがどこに出るかということによって皆さん方の体の組成の元素の放射性物質を知ることができます。私たちがこうやって生きてきて命を紡ぐ中で放射線とは常に切っても切れない存在でしたが、今回は全く我々の責任がないにもかかわらず不作為に原子力発電所の事故のせいでみんなが汚染されました。何回も言いますがこれは平時ではありません。緊急事態であり非常事態であります。私はこれを静かなる戦争と呼びます。音も匂いもしない何もわからない中でみんなが苦労している途端の苦しみを合うその一つの大きな目に見えない恐怖が放射線である。放射線のリスクをどのように考えるかというまずお手伝いをし、そして国が与えられたこの指針に従ってどのように行動するかということを皆様方と今日質疑応答するためにここに来ました。子どもたちの笑顔や叫び声を消すわけにはいきませんし、この福島を何はともあれ無にすることはできないと、こういう元気な子どもが消えてどうします。絶対にこの町にいてほしいと思いますし、この子たちが俺の環境を守り続けるのが私たちの責任だというふうに思います。私は今日ここに来たのはたくさんの質問を受けるために来ました。答えは持ち合わせではないかもしれません。私は健康の専門家ですから実際の原子力の原子力発射所のことも分かりません。しかしどうやって向き合えばいいか、どうやってこれを克服するかということについては皆様方と一緒に考えることができますし、広島と長崎は全力を挙げて福島を助けます。今広島長崎からは多くの医師看護師そして職員が入って仕事をしてくれています。
明日は長崎市長も来ます。ぜひ一緒にこの難局を乗り越えたいと思いますので、これからも私特別に来て福島のために話をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。